今回作成するのは風船です。膨らませて手のひらでポンポンと跳ねて遊びます。ジオ紙で作ると柔らかい仕上がりになり、インテリアとしても良いと思います。白い面を表にします。上から下に半分に折ります。さらに横に半分に折って折り筋をつけます。正方形部分を内側から広げて三角の形に潰すように折ります。反対側に折り返します。同じく正方形部分を内側から広げて三角の形に潰すように折ります。左右の角をそれぞれ一番上に折り上げます。裏返します。同じように折ります。左右から真ん中の線に合わせて折り合わせます。同じように折ります。赤い線で上から左右それぞれ折り下げます。つけます。折り筋をつけたひだをポケットに入れます。こんな感じです。裏返します。同じように折ります。下のこの部分から空気を吹き込みます。形を整えて完成です。
ご視聴ありがとうございました。